いな。でもダメだもん。結構歩きますって。出口に来たか。新トンネルです。こんな感じで行き止まりなんですね。じゃあ戻ります。3つのトンネルで行こうか。工事が中心になったトンネルっぽいんだけど。
っと、ただいま、すいません、電波が止まってました。大丈夫皆さん見えた？ごめんなさいね、汗かいた。ただいま、撮ってきました。今申し訳ないですね。ちょっとこう、よく詰めさせませんね。あっち疲れた。薄いっすけどね、電波が。やっと来たよ。今ちょっと全部落ちちゃったんで、もう一回入れ直す。はい、もう汗びしょびしょ。僕いうのは多分ね、他の仲間ですね。ここは筆記なので。あら、電波ねえ、また。また県外か。ここまでだよね、Wi-Fi 届いて。大丈夫ですか？動いた。止まった。すいませんね、本当に皆さん。次延長だけしますのでね。OK。じゃあちょっとね、皆さんちょっと雰囲気を立ち上げてね、楽しんでください。もう次のスポットも近いので、23時の枠取ってますけど、まあ、これからちょっと連チャンになりますので、ここでイカちゃんと合流予定ですので、イカちゃん待たなきゃいけないので、ただバッテリーもありますので、ちょっとね、時間空けるかもしれません。次は。いるね。もうここまでが限界ですね、今回。Wi-Fi で通して。雰囲気ありますよね、結構。消すと、こんな感じ。やっぱりいますね。います。ついてきてますよ。います？こんな感じ皆さん。これの一番出口の左側の山の上。うん、いいですか。うん。霊感ある人はみんないると。電話対電話。俺の携帯。あ、ミスさん取って。電話していかちゃんだ。皆さん、もういる。先におるんですか？いる。で、うん、でも薄いんだよね。あ、こっちはずっと見てるんですか？見てる。こっち見てるんですよ。霊障か、なんか勝手に動いてるんですけど、ほら、ほら、震えてません？うん。震えてません？ほら。うん。震えてません？勝手に動いてないんで、こっちで。なんか。2体ついてきてる？なんか点滅してるよ。なんかやべやべ、なんか霊障だよ。パソコンも行こうとかね。ああ、助けて。おう、勝手に。なんで停電してんの？勝手にパソコンが。ああ、なんだこれ、なんだこれ。パソコン行こうとかね。退却。退却。お盆だからか。電波も薄くなった。ダメっすよ、これ。来てますか？パソコンがなんかちょっと掃除なくなった。やばいやばい。電波も落ちた。
今こっちに来てる。あ、デザリングしたべ。電話しちゃった方が。この上で何かあったんですよ。だから中心とか。もしかしたら俺のスマホで遊んでる？完全に電波終わっちゃったんだけど。スマホで遊ばないで。ちょっと。ちょっとスマホいじくってない？電波あるのにデザリング来ないよ。ちょっとなんか俺のスマホでなんかやってない？いやデザリング行っちゃったよ。だからか。でもいいよ、イカちゃん来いって、上がってこいって。はい、うん、いやいや、もういいよ。イカちゃん上がってきてよ。今デザイニング使ってんで、もう着いたの？着いたの？いや、これじゃ聞こえないんだよ。これやんないと。んで？スピーカー。うん。イカちゃん。はい。今着いた？着いた？着いたの？なんか橋のところにいますよ。やっぱ車いっぱい止まってる？止まってないですよ。橋渡って。橋渡って。橋渡って。左だよ。左に曲がってます。橋渡るの？うん。左に。そうそう、歩いてきて、はい。今放送してるから、待ってるよ。うん、はい、どうもね。これで持ってかれちゃうと、でも全然電波ない。うん。よいしょ、すいません。映るよ、映るよ。来た来た、戻った。みんな持ってきたんで、行っちゃいました。ちょっとそれ、一人で撮って。うん、ダメだな。みんな持ってきたけど、ちょっと待ってくださいね。電波来なかったよ。スマホも問題物がある。今から行ってくる。はい、行ってらっしゃい。え、映像は？いや、もう電波来てないですね。いや、あの、ゼロだ。ゼロゼロ。美月さん、デザリングがまだ死んでる。こっち死んでるかな、デザリングは。この2つ。ねえ。デザリング生きてんだけどな、でも。ああ、カメラまだ映るやん。来ても分かる。こっち女の子と、っていうのも、あ、でも向こうの出口の、ね、左側の、上？これもうネックですよね。来ました。ごめんなさいね、電話でね、デザリング食われちゃった。イカちゃんが電話ってそれ使ってたんで、今日は来た。ごめんなさいね、申し訳ないです。今イカちゃん来るので着いたそうです。薄いっすね、電波が。カビ、まあ、こっちです。恐怖、あなたは身近に潜んでいます。大丈夫ですか？ついてきてるらしいです。そう、幽霊のいる方に歩いてっても電波が薄くなっちゃって、ここ長いんですよ。300メートル以上のトンネルが、うん、届かないんですよ、電波が。そこまで残念だな。ここはどこでしょうね。ちょっと内緒です。まあそのうち明かしますけど、今日は内緒にします。うん、まあ YouTube でも トンネルになると思います。某所トンネルになると思います。アルファベットで書くかもしれません。ここは内緒のモードです。うん、トツはもう来ないでしょって。来るの？
来るの？分かった？雰囲気あるでしょ。廃墟はもうね、潰れちゃったみたいです。残念ながら廃墟行けなかったです。うん、潰れてました。残念ながらなくなってた。うん、まあ来ないからね。本当に来る人はツイッターで、ツイッターのダイレクトメールで送ってください。場所を次教えますから、ね、放送では言わないです、ね、ん、本当に行くの？子供寝たら行こうと思ったの。とりあえず最後に行くのは言いますよ、経緯特員ですね。最後に行くのは一応ね、予定では次もう一個行きます。次も生放送します。まあ今いるのがね、もうおなるですよね。もうちょっと言えないんですけど、ケイトクイン、ケイトクインは最後ですね。最後というか、まあ一応まだ時間があるかもしれないんで、もう一個行けるかもしれないですけど、一応まだ行く予定あります。了解。ケイトクインは多分おそらく夜中になってしまう、もしくはその次か、次の次だと思う。ここでとりあえず1時間やって、23時の時にまあ移動枠になっちゃうかもね、車載になっちゃうかもしれないけど、その前にもう一個行けるかもしれないし、そのバッテリー充電したいんでね。そう、よかったらね、その軽特員は夜中にありますので、夜中、まあ12時、1時になるかもしれませんけどね。あ、ほんと地元と本当だよね。ここはね、なんだっけ、通賀でしたっけ、通賀、通の、なんだっけ、あ、鶴か、鶴市ですか。ここは鶴市です、わかりました。これ以上は言いませんけど、鶴市です。次も鶴市行きますので、その次に軽特員の予定ですね。もう一個は分かりますよね、鶴瓶さんも。そこでもしリアトツ来れんだったら来てください。橋です、橋と神社です。分かった。ヒントは、ヒントはですね、分かりました。まあ人形関係ですね。次は昨日誰か集めましたけどね、そこです。次はこの後はそこ行きますので、皆さん鶴瓶ですね。もしよかったらリアトツ、まだステッカー待ってますのでね、また来てください。今日はここ撮影オンリー。いや、もう行ってきたんですよ、さっき。だから電波ないんで奥行っちゃう、止まっちゃうんですよ。もうここは結構限界な位置で。そう、和子先生ね、どうもね、いらっしゃい。OK かな。もうかなり薄い。あ、また電波通られた。薄いな、電波。予定事項がちょっと分かんない。未定ですね。僕もね、やっぱね、あの撮影があって、まあ、次、イカちゃんと合流して、その後すぐ行くんで、ただね、これ、生放送やりたいので、バッテリーもあるんですよ。だからバッテリーをちょっと充電しなきゃいけないんで、ちょっとぐらい待つかもしれないですけど、まあ、これは一応1時間枠なんで、あと30分いますよね。とりあえず30分ぐらいでも退却します。この下の方に降りてきます、予定ではね。近くに女性今日はいません。今日はね、一応今リア突車を合わせて12人です。男性ばっかりです。全員男性です。男性です。そして今イカちゃんが来て13人です。でその後今日ね、一応泊まりで、まあ泊まる人が10人です。泊まる人が10人になりますのでね。あ、三坂はね、ちょっと行かないんですけどね。三坂は飛んで行ってますからね。よくさんね、どうも。ウルトラマンの館とかあるの、場所わからないんだ。少なそうだよね。本当はね、花魁淵のもう一個あったのがあるんですよね。知ってます？なんとか淵って知ってます？そこも時間があったら行きたいんですけど、ちょっと時間なかった。このね、鶴市にあるんですけど、まこと生放送ですね。ちょっとね、ビデオ、パソコンの方がちょっと厳しいかもしれないんで、行くだけは行って、撮影だけで終わっちゃうんですね。なんとか無事なんですよ。知ってます？身投げしたところですけど、いわゆるね、女性が亡くなったところですよ。それも皆さん知ってると思いますけどね。花魁無事の他にもう一個あるんですよ、無事って。滑り台入れた。はい、おかせですね、初見さんいらっしゃいとね。初見さんだよって。モンチさんいないよ、今日は。もう家に実家に帰ってるんですよ。音見てんの、はあ、女の声聞こえる？マジ？明日帰りますよ、明日帰ります。もう僕も明日までしか休みない。あ、その山の方でも電波ないからね、山はね。電波が勝負なんでね。今日は僕樹海もう1時間入ってるんですよ、この後。今2つ目ですけどね。
初見さん、赤井さんか、赤井さん家がついてる、赤井さん今日残念だった、赤井さん北バズが行かないって、うん、今日泊まる近くにあるスポットあるの、うん、ここいない、なんかね、誠ですどうもね、本当のオイラムチは電波ないですよね、僕も言ってますけど、今日だからこの後もね、初めてのスポットなんです、うん、家がついてるよ、赤井さん、うん、お疲れ様でしたね、今日ゆえさんいらっしゃい、4日じゃないです、今日健康ランドなんで、こんな感じ、助けて、うん、樹海で電波なかったんですね、電波ないとこ行ったんで、今日はもう本当にすごいとこ行きました、皆さん GPS で見てもらったら、え、ここまで行ったのって、うん、ここは限界なんですよね、電波はね、助けてくれるんですよ、今日はね、今のところ10人です、車は7台、車7台ですよ、みんなすごいでしょ、いや、いませんよ、女性も、もっくん、これもっくんいるの、まだ貸してないんだよ、助けてですよ、助けて、霊感なんですよ、もういるって、2人ぐらいいるって言ってた、ここ2人ぐらいでいるねって、こっち来てるって、うん、いや10人いてもね、実際は今僕中に入ってるのは2、3人かな、うん、多すぎってなるんで、皆さんね、これ心霊深いです。わかります。リアツ社と歓迎なんですよ。今日はね、イベントです。これね、リスナーさん主体のイベントなんです、ね。そう、まあもう終盤ですね。そうそう。僕一人でね行くとも言ってないし、慣れ合いですから僕の場合は。ね、うん。一人多いとかね、別に僕一人こだってないんで、一人が別に偉いんですか。僕ニコ生なんて慣れ合いですから。そう、慣れ合いなんで、皆さん映ってるぞ、大丈夫ですよ、俺は僕の、ああ、いやいや、教授、うん、周りを入れます、周りは言えばいい、今、教授さん通過しました、顔出し OK です、教授さん、こんにちは、こんにちは、あ、イカちゃん来た、あ、こんにちは、お疲れ様です、分かった、え、分かった、分かんない、分かんない、ここ電波薄い、ここまでが限界だな、お前がそこに今、ぶっ壊れた、ぶっ壊れたの、何、HIDたまかダメなんじゃない、あ、これ紐壊れたの、不吉です、不吉、一瞬にたま飛んだ、たま飛んだの、いや、壊れてる、いや、治ってる、治ってる、不吉だな、 HID がなんか紐切れたんですよ、いかにしも、はい、俺でしょ、本当だ、なんか実何もの音、え、何もの音、後ろっすね、後ろ前、後ろ放送、放送か、後ろ放送みたいな、ほんと、ほんと、ほんとか、うん、静かになって、多分今誰もいないでしょ、うん、です、ミスさんは、あ、もう全員戻ってきました、戻した、今誰もいないって、うん、誰もいない、あ、涼しいよ、ここいますか、いないって、うん、暴露さんがいらっしゃいとかね、なんか今聞こえてるんだけど、次枠はね、またちょっと時間が空いてからバッテリー充電しちゃうからね、いや、もう延長してるんで、皆さん待ってたから、次またそろそろ行くから、33、うん、いや、26分、いや、さすがに、いや、ビデオ撮るでしょ、うん、どうせこう生放送で次やるでしょ、うん、次やるでしょ、うん、ね、うん、イカちゃんよかったらコミュニティも、はい、ビクさんのコミュニティ、ビクさん放送しねえからな、してないね、うん、一気に静かになったね、うん、ああ、今日ね、お経トンネル行かなくて一気にショックでした、僕もショックだったんですよ、ヤバマさん、なぜか分かります、ここで僕がね、同じ、全部僕と同じとこかぶってるんですよ、僕はまあ空襲してましたけど、それ言ったらね、まあ、相手方からね、あのリスナーさんから見ればドルドルだよお前、何をパクってんのってなるわけじゃないですか、でしょ、
だからやめたんです。僕も大人なのでね、かぶってまで行きたくないです。また行きますからね、安心してください。今度かぶらないときに行きますからね。かぶらさませんからね、僕は。今度事前に告知しませんからね。わかりました。やっぱかぶるってよくないんですよ。同じとこかぶってもつまんないでしょ。だから僕は今回ね、後ろなんかやってますね。天井みたいだからね、ちょっとね、行けなかったんですよ。前誰かいない。あ、いるじゃん。あ、あれいるじゃん。ほら、前誰かいない。うん、小園も、うん、だからね、今日はね、もう僕もうとりあえず変えたんですよ。てか、うん、僕の方が後だったんで、やっぱりね、うん、それは当然ですよ。だから頑張ってくださいってこと。僕は一回行ってるから、全部そこは行ってないところ行きたかったんで。でもこっちの方がね、時間的には効率回れるんで、ね、また今度行きましょうよ、ね、うん、そう、面白くない。皆さん同じの見ても面白くないじゃないですか、ね、うん、だったら違うとこ行ってもいいから。僕は今日全部違うとこ行ったんですよ。スパッと変えてね。そう、そう、だから逆に新鮮ですよ、新しい方が。ですね。うん、嬉しい、僕は。これで山梨は終わりですよ。うん、山梨は全部回ったと。ああ、うん。これで山梨県を制覇したところですよ、ぐるぐるはね。うん。そう、これで山梨はほとんど回っちゃうんですよ。ほぼね。もう有名どころ全部回っちゃってるんですよ、僕は。うん。あ、どうもね。若手です、いらっしゃい。うん、了解です。また行きますから大丈夫ですよね。イカちゃんな、気悪いしなのかな。悪いしなんか行くよな、またな。どこ山悪いしなのかな。行ってあげるよ、いつでも。うん。樹海もね、一個いいとこ見つけたんだよね。次。イカちゃん、次頼むよ。樹海。今日、今回ね、この間匂ってたとこあるじゃん。ああ。やっぱり、あかねさんで、あかねさんそこにいるじゃん、行ったじゃん。あれやっぱり、あかねさん目の前に亡くなってたよ。3人いますね。うん、亡くなってた。廃病院 ね、行ってもいいんだけど、どこやな。ただね、放送できません。僕は基本的には外配信生放送メインなので、廃墟は許可が必要ですよね。取れませんから。ってことは、生放送やったらね、捕まっちゃうんですよ、僕。ね、わかりますか。そんなドジは踏みません、僕は。だから廃墟系は僕は少なくするかもしれませんけどね、今後はね。ああ、そう言われても分かんないんだよな、ね、うん、そう、そうそう、ない、ない、そう、僕は基本的にそのね、別に僕、有名じゃありませんからね、素人ですから、別にニコの間で有名になってたことは、何もメリットありませんからね、うん、収入が増えんだったらいいね、それ頑張りますけど、ないですからね、うん、皆さんに見てもらうためなんですよ。かぶんだったらかぶらせないよ。一癖です。三日さんもいたの。三日さんも。やるよ。三日さん放送やらねえって言うんだけど、どうします。顔出しします今。真子さんやりますよね。えじゃないで。パソコン持ってたじゃないですか。ます、うん、やりましょうよ、ね。次は、みなげです。あ、みなげじゃなかったか。違ったか。次は神社と橋。あ、白装束の7人が出てくるらしいです、次、うん、そう、許可無理ですよ。許可取ってくれないから行きますよ、ね、責任問題になったら嫌じゃないですか、でしょ、うん、今回みんな同意書書いてもらってますのでね、僕は書いてもらってますので廃墟も入るとき同意書になっちゃいますよね、みんなね。そうですね、うん、許可証も必要になっちゃうから。だったら僕もう廃墟行けませんか。忘れました。そうなりますからね。健全に行きましょう。来たことない。来たこと来なかったよ。来ないよって。あかねさん行ったけど、うん、ね。何を。後ろ。助けて。ここは食べましたよ。うん。はい。うん。あ、先生どうも、くちゃんといらっしゃいね。こんばんは皆さんね。そうなんですよ、北さんも行かなかったんですね。もしもし、オレンジしたんですか。オレンジ、色付きのやつってあ、まあ適当にやっただけ。、うん、そう、そう、そんな感じでございます。じゃあちょっとね、僕ね、こっち側にね、こっちのとこあるんだよ、リカちゃん。こっち、ビッ、ちょっと行けるとこ、ギリギリ多分行けるな。電話
どうもいらっしゃいませ。あ、めちゃめちゃ怖いのはここなんですよ。わ、涼しい。薄いけど悪いって誰だろう。薄いな。薄いな電波止まっちゃうな。こっちもいいかな。電波落ちたな。あ、滑る滑る滑る。電波が止まっちゃった。薄いなぁ。更新で誰かな。